自己紹介してよ。え、自己紹介え、自己紹介めっちゃ人はい、ミラッチョことみなとみそらです。4代目サンスポゴーゴークイーングランプリマイクこと水沢舞です。はい、舞ちこと昼川舞です。嬉しい。何これ、いいじゃん、そうしたくなる作りだったからさ。特別バージョンです。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで今日は、うん、京王多摩川駅に来ております。イエーイ、イエーイ。はい、ね、続きました。です1分もかかってない。早いです。もう20秒ぐらいです、はい、もうほんとね、来やすい感じですよね、うん、本当に。ということで、東京で、はい、早速中に入っていきたいと思います。今日は、ね、はい、競輪場に入る前に、はい、テストの方をテスト受けてもらいますので、え、競輪選手になるためのテスト？え、そんなそんな本格的なあのあれはなんだ？この取りまくりガールズって、はい、6ヶ月間始まって、はい、時間経って勉強してきたと思うんですけど、今日は振り返りということで。あ、今までの振り返りってことですよね。はい、はい、受けてもらいますので。ちょっとスタジオの方に移動しましょう。ジャンプで行く。ジャンプ、なかなか古風な古風じゃあ手つないで行きましょう。せーの到着、はいはい、到着しました。初めて使いましたこの技、ね、楽しみだね、はい、ということで、ね、入り口でもねちょっと、お伝えしてもらったんですけど、競輪のテストを早速やっていこうと思います。嫌、はい、です。ちょっとあんまね、突然の出来事だったので、うん、ね、ちょっと嫌です。嫌な、不安です。不参加です。ダメです。あ、ご褒美あるよだって。やります。はい、始まる。ということで、はい。解答用紙と問題用紙が配られました。ちょっとつけて見える。いっぱいいるんですけど今。まあまあまあ、まあ、はい、頑張りましょう。準備はいいですか？はい。はい。20分間だよね。はい、20分間測ってもらいます。ということでじゃあこれカウントダウンした方がいいかな。じゃあいきまーす。3、2、1、スタート。名前書かないとこれ0点だよ。あ、やばいやばい、まずは名前書こう。名前間違えちゃダメだよ、うん、ハートつけて加点を狙おう。待って、1問目からちょっと分かんないですけど、1問目はもう、あ、違う違う違う、あ、離れちゃったでしょ。うわ、うん、いやこれ1分、はい、分かんない、分かんない気がしてきた。あ、分かんない、何じゃないですか。できましたね。ゼロになったらゼロ。ゼロできた。はい。ユーザーもできた。うん。もういい、わかんない。もういい。ちょっと、私もわかんないからいいや。ミラッチは OK？ はい。多分。わかんない。いいよ。OK。うん。わ、頑張りました。終了でーす。
ということで、はい、20分の競輪テストが終了しました。はい、まあ、無事なのかどうかはちょっと分かんないですけど、ね、あの、まあ、地震のこととかねあると思うんですけど、ちょっと採点を採点を始めていきたいと思います。先生お願いします。はい、結果発表。はい、採点が終わったということでね、怖っ。順位、点数発表、あ、お、あ、ご褒美が発表されました。ご褒美の発表がありまして、この慶応閣競輪場のグルメです、食堂がありまして、うん、その中から、お昼ご飯をね食べれるということで、順位によって食べられる予算が違います。1位が、2000円分、2位が1500円分で、最下位が1000円分でも、お、最下位では全然いい、全然いい、なんでかなり優しい、優しい、優しい。まあね、ハッピーだね、うん、終われるけど、まあ、やっぱね緊張の順位がありますんで、す3人の中で。じゃあまずは2位から発表していただきたいと思います。やだやだ。はい、ちょっともう言ってください、お願いします。2位、え、ミって私じゃないじゃん。2位が2位だよ。ミルカワ、え、ミ、何ミルカワって。2位でしょ。2位だよ今。ずさまいさん、82点。おお、マイク1位の答案用紙を渡すんで、トントン、後ろからトントン。わかりました。もうなんか見たことあるの。いくよ。第1位の方はこの中にいます。自信はありますか。ないです。いや、よくないよくない、1位かもしれないから希望持っとこう。行くよ。怖い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 。一位の方は。でけえよ。音はでかいんだよ。映像でやった。おめでちゅう。やったー。92。おー、すごい。ほぼ全部合ってるじゃん。ほんとだ。え、これは分かんなかった。ん、あ、逆にマイプここ合ってる。え、みんな合わせたら100点じゃない。確かに全員間違え、え、全員間違ってるとことかあるんかな。ないんじゃない。ない。あ、じゃあ3人合わせて100点満点です。ということで、はい、順位も決まりまして、うん、はい、無事にか分かんないですけど、テスト第1回競輪テストが終了いたしました。はい。で、ちょっと今聞いたんですけど、今日この瞬間から、競輪、今年の年末でした競輪グランプリまでの、ね、生配信とかあとロケでね、あの予想した車検の的中率を計算していただくみたいです。鳥巻さんの方で、鳥巻ガールズの、的中率を計算していただいて、その最後の競輪グランプリの時にまた順位が発表されるらしいです。的中率グランプリってことね。そうです、今日からもうこの瞬間から始まりました。はい。で、なんかその順位が決まって、でその順位によって何があるかはまだ決まってないみたいなので、はい、まあ、それはちょっと競輪グランプリの日までに決めていただけるそうなのかな、さぞかし豪華でしょう。楽しみにしてます。はい、ということでね、私たちも楽しみにしているのでね、はい、視聴者の皆さんも楽しみにしててください。はい。
はい、ということで、食堂の方にやってまいりました。はい、はい、いただきました。おいしそう。豚野菜定食、いただきます。味噌汁も美味しいです。しっかり味ついてて美味しいです。暑いからちょっと塩多めが嬉しい。うん、こちらまくり屋さんの牛すじカレーです。ちょっと見てください。あ、美味しそう。うん、美味しそう。いい香りが、もう食欲をそそります。お味噌汁とお漬物もついてとてもお得です。だってこれで、ね、いくらでしたっけ。800円、セットです。いただきます。お酒、うわ、どこを取っても牛すじ。いただきます。え、あ、うん、え、何が食べたいって言ったっけ今。おいしい、うん、大正解です。皆さんぜひ。あ、そうだったんだ。慶応学来たらまくり屋さん。全然2000円だから2つ食べれるよ。めっちゃおすすめ。え、本当に美味しい。じゃーん、追加で塩焼き鳥もいただきます。おいしい。うん、ジューシーでふかふかの焼き鳥ちゃんです。塩がね、暑い日にぴったり最高です。はい、ということで私は1000円分お昼を買いました。え、でもこれ1000円分ってやばくないですか。こちらのアジフライがまず単品で250円、こんなに厚くて大きくて、でこのオムレツ定食が700円です。で合計950円。1000円分でも50円お釣り来ちゃうんですよ。最下位なのにこんな贅沢しちゃっていいんでしょうかねえ、オムレツとかやばくないですか。こんなプルプル、見てほら、プルプル。あのホテルの朝食のすごい高級なオムレツみたい。すごい綺麗に巻いてくださって幸せ。3位でもよかったはい、ということでじゃあ早速いただきたいと思います。ちょっとオムレツにね、えい、ケチャップをかけようかな。まずちょっとじゃあオムレツいただこうかな。うわぁ、え、ほら見て、トロトロです。うわぁ、最高。うわぁ、美味しそう。えい、うわぁ、トロトロふわふわのオムレツいただきます。あ、ちょっとついちゃった。はい、いただきます。うわ、口の中が幸せ、トロトロです。うん、もうこの大好きなバターが効いてるオムレツだ。美味しい。ちょっとご飯も食べちゃう。うん、で、あ、あ、こっちです。
あとこっちのアジフライの方もねいただきたいと思います。ちょっと私はね醤油派なので、ちょっと今醤油派なんで、おばちゃんに醤油をいただいてかけていきたいと思います。じゃーん、はい、で、からしを乗せていただきます。おいこつい火傷するかと思った。いやでもめっちゃ超もう揚げたてだ。めちゃくちゃ揚げたて。もう揚げたてのサクサク。え、これを250円で出してくれるのめちゃくちゃありがたいよ。え、うまっ。いやなんかこんなに揚げたてサクサクで熱々だと思わなくて頬張っちゃった。ちょっと肉二口目気をつけていきます。うん。うんふん。うん。最高です。はい、ということで京王閣競輪場もね一日たっぷり楽しむことができました、ね、はい、ありがとうございます。ね、これからねいろんなまた、ね、競輪場も行けたらいいね、全国制覇します。ね、頑張ります。ね、本当遠いところとかも、ね、行ってみたいよ ね、 行きたい、ね、ちょっとまた楽しみにしていてください。ということで、またねー。